皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今回はコメントで寄せられた疑問意見に答えていくよ。なんかこの間もやった気がするんだが。ほぼ毎日投稿してるからね、しょうがないね。なるほどな。じゃああいつを呼び出しましょう。そうだな。やってきましたよ。じゃあ早速お願いします。岡野下。最初は、謎だけどロマンがある天体ランキングから。ちょっと待て。どうしたの、マリサ。この間は悪夢のトイレ最終回をやったじゃないか。そうだね。ですね。その間にも動画があっただろ。なんで飛ばすんだ。特に疑問や意見コメントがないからよ。ですね。そうなのか。こういうのはリズムが大切なんだから変なこと言わないでよ。ですね。ああすまんな。ええにゃで。くっそ。最初のコメントは、こういう惑星も旧型なのかね。どういうことだ。基本的に公転軌道にある天体は球体か球体に近い形をしているわ。でもそれがなんで球体になるのかってのは詳しくやると睡眠軌道に乗せてしまうから。今のところはそういうものだと思ってもらえれば。なるほどな。まあ、私が解説動画を作る前にプロの方がコメントで教えてくれるかもしれないけど。続きまして、真空断熱で冷えないよ。どういうことだ？宇宙空間には大気が存在しないから。熱の交換ができないということよ。そうなのか？熱を伝えるのは大気だけじゃなくて放射もあるからね。だから冷却も放射でできるわ。実際に ISS には機械熱や空調熱を宇宙空間に放出するラジエーターがあるし、宇宙服にも上がりすぎた体温を逃がすラジエーターがあるわ。だから宇宙でも冷却は可能よ。そうなんだな。続きまして、本当に分子なんかね、プラズマになってると思うんだが。分子とプラズマの違いがよくわからないわ。作者の気持ちを探すことしかできない文系だもんな。ちなみに宇宙の 90% はプラズマだからね。そうなんか？オーロラだってプラズマだし、太陽風コロナもプラズマよ。だから分子じゃないプラズマってわからないわ。詳しい人がコメントしてくれるさ。続きまして、太陽系から出たってもうオールトの雲も突破したの？オウムアムアが今どこにあるのかってことなんだけど。これは私の言い方が悪かったわ。まさしくは太陽圏から飛び出たってこと。どう違うんだ？太陽圏は太陽風が届く範囲のことでね。事実上太陽系の範囲とされているわ。本当の太陽系ってないのか？太陽系というと太陽風が届く範囲だけど、オールトの雲までのことも言うね。けど人類がオールトの雲までのことを調べてないから、実際は太陽風が届く範囲までね。NASA や JAXA もボイジャーでそう発表してるし。そうなんだな。ちなみにオールトの雲ってなんだ？太陽の重力が届いている範囲の太陽系ギリギリのところにあると言われてる仮想の天体ね。仮想なのか。観測したこともないし存在を示す有力なデータもないんだけど、存在しててもおかしくないねっていう程度。そうなのか。あったらいいな。続きまして、ウプ主が本気出すとどんなスヤスヤ動画ができるんだ。一度割り切ったやつを見てみたい。言われてるぞ。長編とか無理よ。どれだけの台本を作らないといけないと思うの。2週間くらい投稿をお休みしたらできるかもね。2日投稿しなかったら失踪タグがついたもんな。生きてるから自分で消したわ。そんな状態で2週間も投稿しなかったらどうなるんだろうな。想像もしたくない。続きまして、動画制作要望のコメントがいくつか。動画を制作するテーマになるものはニコニコブログの方に書きますので、そちらでお願いします。貴重な少数な視聴者の心をがっちりつかまないとな。続きまして、宇宙服が大ピンチ。宇宙服歴史解説最終回から。高濃度酸素って猛毒って聞くけど 100% とか大丈夫なん？大丈夫よ。これって1時間程度の呼吸なら問題なくて、長時間になるとダメね。船内の気圧を下げれば長時間も大丈夫よ。そうなんだな。詳しいことは需要があれば。続きまして、ドキ女だらけの船外活動大会が今度あるって聞いたぞ。あったわね。成功してよかった。そんなことがあったんだな。次は、ドキ、女だらけの火星着陸があるかもしれないわ。そうなのか？ NASA が最初に火星に降り立つのは女性になるかもしれないと言ってるしね。いつの話になるんだろうな。続きまして、日本の宇宙開発の歴史11から、打ち上げの邪魔してる漁船ってここのだっけ？邪魔してるわけじゃないと思うけど、今の JAXA と打ち上げ時期について協議したのは、福岡と沖縄を除く九州各県の漁連ね。誤解のないように言っとくけど、ロケット打ち上げ日には何日も周辺海域で立ち入り禁止になるから。それで協議してたのよ。ちなみに今は打ち上げ協議はなくなって、好きな時に打ち上げられるわ。なんでなくなったんだ？漁獲に影響なかったのと、漁業人数が減ってるからね。
それと民間打ち上げをするには打ち上げ日を自由に設定できないと無理だからね。そういうことなんだな。続きまして、世界の射場から種子島宇宙センターから、何で吉野部なんだろう。どういうことだ。ロケットの発射地点が吉野部射点っていうからね。そういうことか。なんでなんだ。これに関して書いてある文献が一つしかないし、私もうろ覚えだから正確さには欠けるけど、付近の山が吉野部山だから吉野部射点と言われるそうよ。正確さに欠けるのか、しっかりしろよ。竹崎は竹崎海岸が近いからなんだけど、吉野部はまた調べとくわ。正確な情報を頼むぜ。続きまして、宇宙飛行士解説山崎直子から、ドクターストーンでそろそろ ISS が出る頃ですが、絡めて何かできませんかね。ドクターストーンを読んだことないからね。参考資料として送ってくだち。自分で買え。続きまして、私たちに身近な宇宙技術解説パート1から、ハンダにNASA御用達って書いてるのあるけど、そうなの。多分日本アルミットのハンダのことを言ってると思うけど、NASA や契約製造業者には様々な物品が納品されているわ。指名会からお試し無料納品までそれぞれね。日本アルミットのハンダが本当の御用達なのか資料文献にはなかったわ。だからわからないのでごめんなさい。何やってんだよオタク。それに昔はそうだったけど、今は無関係とかもあるしね。ちゃんと調べて回答だな。続きまして、そういやダイバースーツのチャックも NASA の技術じゃなかったっけ。こらこらこら。どうしたんだ。ネタが一つ減ったわ。ざまあ。確かにそうよ、船内用宇宙服に使われてた技術ね。水と空気を通さないファスナーとして開発されたものがウェットスーツとかに使われてるわ。そうなんだな、いろんなところにあるんだな。続きまして、宇宙の疑問意見に答えるお便りのコーナーその2から、宇宙兄弟ネタで動画1本作れそう、作れそうじゃない。参考資料を送ってくだち。見たことあるだろ。借りたものだから手元にないわ。自分で買うんだな。続きまして、全道の話だから微妙に違うような。何の話だ。経血を排出するのに地球が動いてるって話よ。ああそれか。地球は経血を排出するために収縮運動してるから無重力でも排出できるのよ。正しいのかそれ。宇宙医学の本を買ったから大丈夫。本見てるお医者様は間違ってたらコメントお願いします。見てる童貞様は好きな寿司ネタでも書いててください。はぁ、サーモンこいつ。続きまして、ホコリがないから鼻毛は伸びるの遅いのかな。何の話だよ。 ISS の空気は基本的に綺麗だからね。でも確かに ISS で鼻毛処理を聞いたことないね。そんなことあっても言わねえだろ。もしかしたらこっそり処理してるかも。結局わかんねえんだな。だって女性宇宙飛行士の脇毛がどうなってるかみたいなこと公開しないわ。全部公開なわけないからね。公表されてないことはわからないわ。知らないふりしてるんだろ。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。続きまして、これトイレの尿循環の話を聞きたかったんだけどね。そうだったのね。どういうことなんだ。血尿したらどうなるのかっていう話よ。それでトイレの水再生システムがどうなるのかっていうことね。どうなるんだ。内容物の確認と分析が必要だけど、まだ実例がないからわからないわ。分析して地上が検討して全廃棄か再生するか決定するわ。分析装置があるのか。 ISS には液体の分析装置やキットがあるからね。何でもあるんだな。続きまして、宇宙で我慢して無精したらどうなるのか。そんなこと答えられんだろ。地上と同じよ。でもパンツ交換は毎日か2日に1回だからね。そこは地上みたいにはいかないわ。っていうか ISS に行くのは40代から50代が多いけど、まだするの。コメントなし。続きまして、 ISS って自爆装置とかあるの。ないわ。なんだよ自爆装置って。ロケットにはあるけど ISS にはないわ。宇宙空間で自爆させたらデブリが出ちゃうからね。そうだな。続きまして、宇宙で推進のために発砲とかってできるのかな。どういうことだ。発砲した時の反動を利用して推進するってことでいいのかな。昔地上でそんなことを実験してたけど、大した推進利欲を得られないのと姿勢が乱れるからなくなったね。そうなんだな。なんか利用できそうだったけどな。続きまして、地球めがけて発射するとかできんのかな。何をだ。何ってうこでしょ。次に行け。ダメよ、ちゃんと答えないと。ぐぬぬ。地球にめがけて発射するのはできるわ。だけどメリットが少ないってのが実情ね。発射する装置を運び込まないといけないのと、反動が大きくて ISS が破損する可能性もあるし、落とすだけなら軌道に乗ってスペースデブリになるし、
やっぱり補給船がナンバーワン。コメントなし。続きまして、宇宙は重力ないから宇宙でなら一肩ロボットできるんじゃないの。強力なサーボもいらないし重量も無視できるし。今作業用ロボットが ISS に行ってるわ。重量は無視できるけどロボットの姿勢制御が難しくてね。まだ安定運用にはなってないわ。これからだな。続きまして、宇宙船の外から宇宙船に蹴りを入れたら軌道はずれますかね。蹴りを入れるのが人間だったらずれないわ。質量があまりにも違いすぎるからね。じゃあでかい恐竜が蹴りを入れたら？ ISS が、ISS が壊れちゃう。何言ってんだお前。以上です。ここまでで聞いたのに採用されてないってのがあればまたコメントしてください。頼むぜ。最後まで見てくれてありがとうございました。他にわからないところがあればコメントしてくれれば補足解説しますので何でも聞いてください。気軽にコメントに書いてくれな。広告、フォロー、コメントいつもありがとうございます。チャンネル登録、ツイッターフォローもありがとうな。まだ登録してない方は登録をぜひお願いします。ツイッターリンクは説明欄にあります。それではまた会う日まで。それじゃあな。もうトイレの話を取り上げるなって。質問が来たら答えなきゃいけないもん。そうだけどさ、もうやめろよ。マリサはこう言ってますけど、トイレの質問受け付けてます。やめろ。